京都府舞鶴市の舞鶴引き上げ記念館で開かれたのは、子ども向けのイベント。シベリア抑留の歴史を学んでもらおうと、毎年子どもの日は入館料を無料にして開催しています。こういうふうに出とる。病気なんね。これ頑張れ、頑張れ言うたよね。絶対生きて帰るんや言うて。みんなで一緒に帰ろうって、頑張れ、頑張れって言うとるところ。シベリア抑留とは、第二次世界大戦が終わった直後、旧満州や千島、樺太にいた日本人およそ57万人をソ連がシベリアなどに強制連行した出来事。連行した先では木の伐採や建設作業を強制し、マイナス30度などの過酷な環境だったため、実に5万5000人が死亡しています。怖いなと思った。今の世界と全然違う。自分らが生きてることがすごい幸せだよねっていうことを分かってもらえたらなとは思います。ここ舞鶴はシベリア抑留から戻った人の多くが最初に日本の地に足を踏み入れた場所で、その歴史を伝えるために1988年に開館したのがこの展示施設です。やっぱりもうみんなに知ってもらうということですよね。抑留者の方がいろいろ苦労してますよね。まあ、そういう話をして、まあ、していくんやけども、戦争は絶対したらあかん、まあ、それだけ覚えて帰ってくれって子供には言うんです。実は大阪にシベリア抑留を実際に経験した人がいます。早速回ります。ありがとうございます。高槻市に住む新野見茂さん98歳です。戦時中は旧満州、今の中国東北部にいた新野見さん。終戦直後、突然やってきたソ連に捕まり、収容所に連行されました。これだけ収容所、これです。あ、はい、これ全部印があるとこ。もうこれツーでもこんだけもあんだ、これがモスクワですよ。もうそりゃようこれだけこぎつこうだなって思う。ラーゲリと呼ばれた収容所の場所を記したこの地図。新野見さんは大勢の日本人とともに貨物列車に詰め込まれ、数週間かけて旧満州からユーラシア大陸の中央部に連れて行かれました。たどり着いたのは現在のウズベキスタンの首都タシケント。そこである建物の建設作業を強制されました。向こうのあの、これ日本人が作ったんですか？このレンガの建物はね、皮を剥いたらね、新品みたいに色がきれいに出るんですわ。ここら上からあのワイヤーロープで吊り下げて、板を吊り下げてね、その上に乗って。新野見さんを含む457人が2年間建設作業に当たったのが、このオペラ劇場。収容所は劇場の目の前にあったため、その間の数メートルを行き来する生活でした。こんだけしか出してないんだけどもね、あの眉毛が白凍ってるんですよ、うん、でもうっかり油断してたらもう、ね、すぐ投手出られるんですよ、うん、それでも食うもんがないもんやからね、夕方になったらね、ツバメやなんか飛んでくるんですよ、うん、だそれ棒振り回してたらね、当たって落ちよるんですよ。でそれをみんな食べたんです。ツバメをもうヘビからカエルからみんな食べた。でそれでももう栄養失調でよく死んだ、うん、新野見さんの記憶をたどってカメラは現地に向かいました。日本から西に6000キロ、ユーラシア大陸の真ん中にある国ウズベキスタン。首都のタシケント中心部には新野見さんたちが建設したオペラ劇場が、完成から80年近く経った今もきれいに残っていました。そして壁面には日本人を称える記念碑も。当時の歴史は現代までしっかりと伝えられていました。
一方、タシケント市の郊外にある共同墓地の一角には、帰国が叶わなかった87人の日本人抑留者を弔う墓地も残っていました。ソ連崩壊後、ウズベキスタン政府の協力で建てられたもので、今もシベリア抑留の歴史を鮮明に伝えています。無事に日本に戻ることができた新野見さんは、同じ収容所にいた人たちで第四ラーゲル会というグループを結成。抑留の経験を伝える語り部の活動などをしてきましたが、今は休止しています。どのぐらいそのラーゲル会の人って、もう全部死んだんです。もう遠の昔に64万人もあんた連れて行ったやから、戦争が終わってからですせ、こんなん思ってテレビでね、じゃあ映してもらっていかにひどいことをやったか、ね、平和牧場のね連中に知らせてもらわないから、